にちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、チゲ鍋を作りました。じゃあ作り方いきたいと思います。じゃあニラは5センチぐらいの幅に切ります。でネギは斜め切りです。白菜を切ります。お豆腐を切ります。ごま油をお鍋にひいて、お鍋が温まったらお肉を炒めます。キムチチゲの素を入れます。白菜を入れます。おネギで、ニラ、この IH だと火の通りが遅いんでガスコンロでこの後調理します。じゃーん、完成です。いただきます。あー、めっちゃ美味しそうです。やっぱ冬はお鍋がいいですよね。あー、豚肉もたっぷり入ってて美味しそうです。赤い。うん、ごま油で炒めたから香りもいいです。この豆腐美味しそう。大きい。冷やそうね。熱い。キノコも美味しいですよね。うん。美味しい。ご飯も進みます。ああ、これ最高。ああ、野菜もよく煮込まれとる。うん。豚肉だー。お肉は美味しい。スープが真っ赤です。このスープブルダックとかより全然辛くない。うまい。いっぱい出汁が出てて美味しい。コーラも美味しいし、幸せ。本当、野菜も甘くて美味しい。この中ではネギが一番好き。甘くてトロトロ。もシャキシャキして美味しい。
肉も油がいっぱいついたやつが美味しい。豚バラ最高。はあ、冷えてて美味しい。わあ、メル通るんじゃない。メルジャンプ、メルジャンプ、メルジャンプ。何？ジャンプしたくないの？メルジャンプ。最近誰もあそこに座ってくれません。豚肉。メルちゃん。メルがチュールの引き出しを開けてます。朝起きたら何本も何本もチュールの殻の棒が転がっとって、メルがねチュールの引き出しを開けてね勝手に食べとったよね。チュールを3段目に入れとったんやけど、1段目にやったら大丈夫になりました。それでも今でもチュールがあると思って3段目の引き出しをね、かわいそうに開けてます。なんかうまいことを歯でこうやって引き出しの取っ手のところを噛んでグッと開けるの。メルって本当に力持ち。メルに顎の力を分けてほしいです。メルちゃん絶対しないじゃん。今日さ、実はさ雪がさ降っとってね、その最初ちっちゃい雪やったんやけど大きい雪になって、メルが楽しそうに見てた。豆腐つかむのって難しいよね。
締めはじゃんラーメンです。沸騰したお鍋に鍋ラーメンを入れて煮込んでください。そうしたら麺を入れます。じゃん、茹で入れました。あ、おいしそうな麺。これはでも熱いんだろうな。熱い。そう、このスプーンでスープ取っとったら、暑い。暑かった。やっぱ茹でたては暑いね。コシがあって美味しい。ほらって、なんでこんなに美味しいんでしょう。あー、うまい。このね、おみくじがね、このラベルのところについとるんよ。 QR コード読んでからおみくじするんやけどさ、一回もしてないっちゃ、もったいない。暑い。そうめんみたいな麺やね。このペットボトルでそのまま飲むより、氷に慣れたグラスに入れて飲むとめっちゃ美味しいよね。ごちそうさまでした。この鍋に残ったこのスープは小腹が空いた時に雑炊にでもして食べます。キムチチゲめっちゃ美味しかったです。いや、体も温まるし寒い日にはぴったりです。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツ、あー、メルびっくりした。レッツイーターのスマイル。バイバーイ。バイバイメル。あー、顎が痛いよ。
の体重です。わあ、50.7でした。